みんなは、どうしてカムイコタンに春が来るのか知ってる？今夜は、春の精霊の物語を歌うわね。悲しくて、切ないけど、春の風のように暖かい物語。お前、起きろよ。起きてるならいいんだよ。いちいち謝るなってんだ。だから謝るなっての。ばあさまたちが呼んでるぞ。早く支度しろってさ。たくのろまなんだからよ。あ？バーカ、お前なんかお前で十分だ。
遅いぞ、お前。謝るな。遅かったの、ミカト。まったくじゃ、昼になるかと思ったわ。日が暮れるかと思ったぞ。何よ、こしゃくな。あたしゃ夜が明けるかと思ったわ。それなら私、お前らやかましい。高い位置から同じ声でペラ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 、朝から耳が痛くなるじゃないか、この大バカ者。あんたが一番うるさいと思うけどね。まったくじゃ。お前さんのことをすっかり忘れておった。ついにボケたが。黙らしちゃい。ミカトや長老様がお呼びじゃ。すぐ。お前はイレシパクルを出て別の場所で暮らすことになる。それ早く行くのじゃ。早くせねば火婆婆のように老いるぞ。私の方がお主より若いじゃろが。そんなことはない。私の方が。おい、二人とも同じ年で同じ顔じゃろうが。とにかく早くお湯。おーい、ばあさまがさ、長老様の家まで案内しろって。めんどくせえけどよ。お前まだカムイコタンのことをよく知らないだろ。感謝しろよな。カムイコタンって結構広いだろ。そうだな、1,2,3,4、 とにかくたくさんだよ、たくさん。お前が昔住んでた村はどうだ。人の数は多かったか。カムイコタンには勝てないにしても。ん？どうした？ははん、相当小さい村だったんだな、お前の背みたいに。あ、そっか、お前の村。悪い、でも。ま、助かってよかったじゃん。精霊が守ってくれたからお前は無事だったんだろ。長老様がそう言ってたぜ。お前きっと運がいいんだよ。イレシパクルから出て外で暮らせることだって相当ついてんだぞ。当たり前じゃん。親代わりの人が見つかったってことなんだからな。あ、別に俺に気兼ねすんなよ。俺はイレシパクだから謝んなっつーの、バカ。
違うよ、あれはゴザだよ。専用の織機で作るんだぜ。はあ、お前ね、男だったらあんなのに興味示す前に狩りとか釣りに燃えるべきだろう。ダメだな、俺なんか釣りの腕前に関しちゃ神童と呼ばれるほどなんだぜ。この俺様に近づけるようにお前も頑張れよ。それはお前あれだって、天才は自分の腕前をあんまり人に見せないんだ。残念だったな。そりゃ無理だよ、この俺だってあんなに取ったことないんだぜ。あの人はヤンタムって言って俺の兄貴分みたいなもんかな。よく釣りに連れてってもらったりするんだ。そうだ、お前もヤンタムに魚の取り方を教わったらいいよ。まあ確かにヤンタムは釣りが得意なんだけど、いつも大量なのには別のわけもあるんだよね。新鮮な魚とかを君のために取ったよって女の子に渡して気を引こうとするんだぜ。しかも一人じゃなくて何人ものお姉さんに。だから気合いの入り方が違うんだよ。黙ってりゃ意外とかっこいいのに、ノリが軽すぎ。黙ってりゃと意外とは余計だ。俺は喋っててもかっこいいの。なんだよヤンタム、聞こえてたの？それにな、俺がいつも女の子のために魚を釣ってると思ったら大間違いだぞ。それじゃあその魚は女の子への贈り物じゃないんだ。贈り物じゃないとも言ってない。結局あげるんじゃん。お前みたいな子供にはわからないだろうが、女の子を釣るにはまず良い餌をつけなきゃダメなんだよ。これから俺のことは恋の釣り師と呼ぶように。恋の釣り師？冗談だよ、本当に呼ぶな。それじゃまたな。ここだここだ。それじゃあ長老様によろしくな。ミカト、よく来たな。座りなさい。